関東は昼間も寒さが続きます。体調に要注意です。石川さん、はい、今日は関東気温が低くなっているようですね。そうですね、はい、朝からほとんど気温が変わらない横ばいの状態ということになっています。はい、はい、現在の気温になっていますが、はい、東京は現在 14.8 度ということで、はい、朝は14度近くでしたから、はい、まあ、ほとんど変わってない横ばい状態というのが、まあ、今の、実況からも分かります。はい、昨日とのこちら気温差を確認していきましょう。はい、で昨日はですね、かなり気温が高かったんですけれども、昨日と比較しますと、はい、8度近くですね気温が下がっていると。同じ時刻ですね、昨日と同じ時刻と比較しますと、東京だと 7.6 度低いということになっていまして、かなり肌寒い、はい、といった状況ですね。はい、朝から気温が上がっていないということですが、皆さんの体感報告も見ていきたいと思います。はい、皆さんの体感報告を見ていきますと、肌寒いや寒いという体感、はい、ほとんど、ですね、ちょうどいいという報告はもう全くないと言っていい状況です。はい、ではこの後の気温の変化も見ていきたいと思います。はい、この後もですね、雨は強弱を繰り返しながら降り続くということと、北寄りの風が吹きつけ続けるということで、はい、夕方にかけてもですね、ほとんど気温は横ばいということで、このオレンジのところが15度を超えているところですけれども、はい、まあ、15度に達しないような状況がですね、関東広い範囲で、まあ、夜にまで続くということになります。はい、わかりました。この後も寒さ対策しっかりとして、体調を崩さないようお気をつけください。